ハリエット・ストーントン殺人事件は1877年4月にロンドン郊外のペンジで発生した死亡事件である。被害者のハリエット・ストーントンは1歳の息子、トマス・ストーントンがガイズ病院で栄養失調で死亡した5日後の4月13日にペンジの下宿屋で死亡した。同年9月にハリエットの夫、ルイス・ストーントンはパートナーのアリス・ローズ。 弟パトリック・ストーントン、パトリックの妻エリザベスと共に、オールドベリーで恋の暴殺で有罪判決を言い渡された。4人全員が公主による死刑の判決を言い渡されたが、医学的証拠と判断の不公平に関する疑惑がもたらされたことから有期刑に減刑された。ハリエット・ストーントンの父親はエセックス出身の聖職者で、娘が12歳であった時に死亡した。 彼女は後に大場の遺言書から5000ポンドを受け取った。伝えられるところによれば、彼女は知能が低かった上に学習障害とされている。ルイス・ストーントーンはストリーサム出身の競売人の事務員であった。彼は23歳の時にハリエットと初めて出会った。一方、15歳の少女アリス・ローズと関係があった。ストーントンの弟パトリックは、 アリス・ローズの姉エリザベスと結婚した。ルイスはアリス・ローズの義父でリチャード・ソン家の親戚であるトマス・ヒンクスマンを通じてハリエットに会った。短い交際期間の後、二人は婚約を交わした。ハリエットの母親ミセス・バターフィールドは二人の結婚に猛反対し、娘が狂人であると宣告させようとして失敗し、公平法裁判所の保護下に置いた。 1875年6月に二人のクラパムで結婚した。ミセス・バターフィールドはブリックストンにある二人の自宅を訪れたが、娘によって書かれた、彼女は将来夫婦を訪れてはならないという手紙を受け取った。1876年3月にハリエットは息子を産み、彼はトマスと名付けられた。同時期、ルイスは ケントのカダムの近くにリトルグレーズという家を買った。8月にルイスはリトルグレーズに引っ越してアリス・ローズと同棲した。一方、ハリエットとトマスは1マイル向こうのフリスコテージへと引っ越したパトリックとエリザベスと一緒に暮らした。母親と子供は会場の小さな一室に監禁されたが、そこはカーテン、洗濯用設備、しかるべき家具はなかった。彼女は パトリックからの暴力の脅威で部屋から出ることを思いとどまった。ミセス・バターフィールドは娘に会いに行こうとしたが、リトル・グレーズに旅行した時ルイスによって追い返された。10月にハリエットはコテージから逃れようとしたが、パトリックによって強制的に抑えられ、暴行された。1877年前半にトマスが重病にかかったことから4月8日にパトリックと エリザベスはトマスをロンドンのガイズ病院に連れて行かせたものの、トマスはその日の晩に死亡した。この時のトマスは重度の栄養不良で、頬には肉体的虐待を示唆する打撲症があった。4月12日にハリエットはコテージからペンジ、フォーブスロード34番地の下宿屋に送られた。到着直後の彼女の様子は、生きた女性というよりも、むしろ死体のようであり、 到着した翌日に死亡した。死亡証明書は、死因を、脳病あるいは、卒中とした。後半での被告人ら、ルイス・ストーントン、パトリック・ストーントン、エリザベス・ストーントン、アリス・ローズ・ハリエットの死亡をめぐる疑惑のきっかけは、彼女の義理の息子ルイス・カサビアンカだった。カサビアンカは、ある郵便局で、妻の死因に関する情報を得ようとしていた、ルイス・ストーントンにあった。 カサビアンカは警察に行き、ハリエットの検視が行われた。彼女の遺体は不潔で、もつれた髪に白身がたかっていた。また、遺体には重度の栄養失調の兆候があり、死亡時の体重は、体重はーストーン未4ポンドであった。検視の結果、死因は、飢餓及び、ネグレクトと判断された。ルイス、パトリック、エリザベス、及びアリス・ローズが、暴殺の容疑で逮捕。 起訴された事件は、公衆の注目を集めた、すぐさま4人の人形が、マダムス総館で展示された。9月に、ストントン家の人々とアリス・ローズは、ハリエットの暴殺の罪で、裁判官ヘンリー・ホーキンスが司り、オールド・ベイリーで公判に付された。事件は、大きな関心を集め、着飾った貴婦人らは、被告人を、オペラグラスで、じろじろと眺め、シャンパンを楽しんだ。 エドワード・ジョージ・クラークに率いられた弁護側は、ハリエットの栄養失調は、アルコール依存症による虚食が原因だ、と主張した。医学的証拠もまた提出されたが、それは、犠牲者は、髄膜炎及び結核で死亡したとした。売信は、被告人4人全員に、有罪の氷決を下し、彼らは公主による死刑の判決を言い渡された。氷決が読み上げられると、 パトリックは、痙攣を起こしたように引きつり、一方で、ルイスは、目を見開いて、じっと見つめ、完全に呆然としていた。寒く霧深い天候にもかかわらず、大群衆が、法廷の建物を取り囲み、氷結に喝采を送った。ふとした文の中で、ホーキンスは、この犯罪は記録上一番、黒くひどいものの一つであると言い,い、信じられない、蛮行と残酷行為に意見を述べた。 氷決に続いて、専門の医学的な証拠が無視されたやり方に関して、抗議する700人の内科医が署名した書簡が、ランセットに公表された。ホーキンスが被告人に対する偏見を示したと広く考えられた。氷決に反対する運動は、小説家、チャールズ・リードによって導かれたし、事件は内務大臣、R.A. クロスによって再審理された。 アリス・ローズは恩赦によって、直ちに釈放された一方、残り三人は終身刑に減刑された。パトリックは獄死した一方、エリザベスは1883年に釈放された。ルイズは1897年に釈放された後も、無実を主張し、オーストラリアに移住した。1934年に、エリザベス・ジェンキンスは、事件に基づく小説、ハリエットを刊行した。 この小説は、イーブリング王の一役のゴミに勝って、フェミナ賞を受賞し、2012年にパーセフォニー・ブックスによって再刊された。ありがとうございます。